こんばんばは田中みな実です。土曜日の夕方この時間は皆さんに心温まる時間をお届けしたいと思います。ゲストは先週に引き続き永野さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いしますで。永野さんの事務所の社長さんが今日来てくれたんですよね。はい、そうなんですよ。しかもすごい差し入れ持ってきてくださって。そう,そ,うそう、ものすごい。お寿司ね。 マグロだよ。マグロ。山行さんのマグロだよ。もう、やっぱ社長も人脈の人なんで。<laughs> どういうことやっぱ山行さんとも太いパイプ、あっ、山行さんともパイプがあるんだ。もちろんでございます。ええ<ー>。<長>赤身、中トロ、大トロのさ、握りがずらーって並んださ、そ<う>こんな差し入れ見たことないよって。そう、夕方もらうものじゃないですよね。<laughs> 差し入れで持ってこられて、すごすぎて引きましたよね、<laughs> みんなが。 スイーツとかじゃないですか。そう、でも私意外と。スイーツもらうより寿司が好き。おじゃあ、社長、もう。うん、あとですね、作家の太田さんと僕、ちょ、ちょっとお話したんですけど、はい、この寿司を皆さんでつって。うん、まあ、素晴らしい現場ですけど。はい、ここで。 いいやつだから、ここで食べたくないっすよ。わ <laughs> かる <laughs> なんか、包んで持って帰るのが、みんなにとっての幸せなんじゃないかっ,って、ねえ。でもさ、なんかさ、まあ、あれをさ、紙皿に乗っけて持って帰るのもされだしさ、なんかラップに包んで持って帰るのも嫌じゃないいや、でも、ラップの悲しみを選びたいというか、<laughs> ここで、なんか、なんとなくディレクターさんとかと談笑しながら、嘘 <laughs> なんか食って、俺嫌なの。食ってる時太田さん、魚太田さん話しかけられたら、ちょっとイラッてっする <laughs> 田田さんも太田さんんもラッとすると、ね、<laughs> でもね確かになんか TBS ラジオの神皿でここで食べるのちょっと嫌な気持ちもあるんだけど私リアルに家帰って1人でお気に入りのドラマとか企あ,の、うん、あれ見てんだけどあの私の宝物見てるんだけど<ー>私の宝物今一時停止して出てきたんだけど家を、うん、<laughs> あれ見ながらさいただいた山行さんのマグロ食べるのちょっと切ないんだが。切ないより美味しさ勝ちませんせ もうどんなブサイクな包み方でもいいんでわかりますもう持って帰って酒と共でも社長のことはみんな思い出そうその時は社長に乾杯しょいやじゃ社長にとってもそれが一番幸せだとえ待って待ってじゃ持って帰りたい人手挙げてリアルにええ。二人だけだよいやね脅されてんですかディレクターさんマジでだってさ時間がさ今夕方じゃん違う多分帰れないんだよ ああ 2>, 2人帰れないから TBS ラジオにいなきゃいけないからどうせ TBS ラジオの,その会社のどっかで食べるんだったらここで食べたいなって思ってると思うデスク汚いしじゃあ分かりましたこれ判断でもうあの太田さんと私は包んで持って帰っていいですかすぐ帰れるんでしょだってねじゃあ絶対太田さんはお腹空すいたぶん太田さんさっき食ったんですよ昼 <laughs> だからなんか <laughs> こんないいものをわ、うん、かりますこんないいものはやっぱお腹空すいた時グッて入れたいんですよ <あー S 1> 僕もそうなんですよえー、でも私もてそう私も自分の大事なお皿に乗せて食べたい食べたいだ<と>この3人はちょっと「うん、社長ごめん」って持って帰んないんで社長に乾杯しよう,そうだ、ね、4時間後ぐらい自宅でえねえねえねえなんか持って帰っていいのあれ いやそれ田中さん次第で田中さんが全部持って帰りたいならって。いや、それはできないよ。だって今、こんなに盛り上がってんのに。<laughs> 私が全部持って帰るわけに。ほら。あれ、しい。タレントさんだったらさそう、タレントさんだったら、あ、じゃあ私、本当じゃあ、1個だけとか。それも闇みです。あ、お前、じゃあ、いいもん食ってんだ、ふ段んってなるもん。俺、みなみちゃんが、変な話、2列、3列やったら、好きになりますよね。<laughs> あ、田中みなみさん、めっちゃいい人じゃんって、みんななるよ。<laughs> あじゃあ、私、食感だけって。 せすげえ嫌だ赤身赤身中トロは二貫ずつでで大トロ一貫でいいですで全部で五貫。じゃあ私は六貫いこうかなそこえちょっとちょっとなんか五貫ってえ何貫ぐらいあるんですか合計リアルな何列あった 24, 24, 24だったらもっと5巻以上いっていいでしょいや違う人数見てよ12345ブースの外に5人いるんだよいやでも太田さんと俺みたいに持って帰りたいかってて手,手挙げなかったよディレクター違う持って帰りたくないけどここで食べたいってことじゃんで私が5巻持っていく時点でもう残り19個だよ社長なんかもう1個買ってきて <laughs> <笑><笑>えでも差し入れがさ <laughs> こんなに取り合いっていうかみんなが食べたい差し入れってすごいありがたいですよね。もう社長はもう差し入れのプロなんですよ、ね、私もなんだけどご,ご存知ですよっ、ね、てますよ私もね最近ね、はい、本当にビューティー誌に呼ばれるでしょ、はい、美容の雑誌なのにあの手土産特集っていう。<laughs> あの4ページ手土産特集だったからすげえほんにで、あのー、今度出させていただく滝沢カレンちゃんと一緒に出るオッジも手土産特集で呼ばれたの、はいはい、オッジ呼ばれたと思ったら手土産特集手土産タレントそう手土産じゃその手土産タレントうちの社長の差し入れはもう合格ですかいでもなかなかお値段するので普通の人は買えないです、はい やっぱグレープカンパニーの社長だから買えるねもうありがとうって感じですグレープサンドイッチマンさんのティモンディさんの長野さん今いや私サイブレイク中のサイブレクやめてサンドイッチマンさんが地方に行ってね知らない人の飯を食ってねその番組の説明よくないよ地方に行ってんか笑いこそないけど温かさ いただくじゃないですかテレビ見てで人<え>あれのお金ですよ。私あれ出たいんです。今一番出たい番組。あの地方の知らない人のそうん、触った知らない人ない米を食べる番組。えうん出たいんだけど余裕で出るでしょで<も>そんな。番宣がないからなんか番宣込みで何か出<ー>出られる機会があったら出たいなと思って。でも話もなくなってきますよ。三度一またあれしてもそのえめちゃめちゃあるよ。何の話するんですか。 なんかサンドイッチマン伊達さんってうちのお父さんに顔似てるんですよちょっと、はい、それしかないでしょ <laughs> 俺それ何回も聞きましたよこのラジオで <laughs> そんな初歩初歩みたいななんかじゃキャバクラ最初ついた時みたいな,なんか<し>似てるパパに似てる <laughs> キャバクラと客じゃねえかみたいなだしあれなの、あのー「女子アナの女子アナの罰」っていう番組で「はい あの曲穴の時本当にずっとお世話になってて,って、はい、お二人ともに思い出話でしょだからそうで思い出話いいじゃない <laughs> もっとなんか先まあ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 いいんじゃないですか私それもフジテレビでお、はい、二人の楽屋があったからごあいささせていただいて、はい、もうお二人の顔見た瞬間泣きそうだったもんね、はい、なんで怖くて、ね、違うよもうか懐かしくてか懐かしくて懐かしくてあ,あとバテさんが「うん 大丈夫いろいろって言ってくれた時に涙そうだったもん勧誘のパターンじゃんそれ <laughs> 勧誘の人って幸せなのに幸せですかって聞くらしいですよそれでなんか揺れちゃう人になんかやるらしいですよえでも本当に涙出そうでその時あんまり大丈夫じゃなかったから「うん、え!」って言って「どうしよう!」って涙出そうになって、うん、もうちょっと帰らないと涙腺がって思って、うんうん、笑いがねえじゃねえかそこに <laughs> <laughs> さっき言って。 ちゃんと笑わせるよね、俺ね。人間は悪いけど。笑いこまねえじゃないか。泣きそうになったと思う。いや、だから本当に温かいですよね。温かい。温かたい。かい。温かい。まさに温かたいですよ、サンドさんは。ね<ー>本当に。素晴らしい,い。会いたいからちょっと。来年の目標、それにしようかな、私。あの番組に出ること。あの、うん、地方歩く番組ね。そう,そうそうそう。別に言っちゃいけないの、<で>あの番組の名前って。 いやわかんないですけどでもまあまあいいんじゃないですかいい、ね、出れますよみなみちゃんだった出たい出たいですすぐ出れるでしょ、うん、むしろ出てほしいでしょ田中みなみには、えー、まあねでもほら番宣とかないとさこっちもなんかねただ関係なくただ普通に出られるのかしら結構先々までむしろ好感度欲しいわけじゃないと思うんですけど上がりますよえだって番宣はいやないです出たかったですってやばくないですか<え>見てて視聴者は出た,出たいしこの子 紫外線が多くなる時期よりもうちょっと早く出たいからやっぱりこう4月3月とか3月まだ寒いかな寒冷ンマシンもあるから寒冷人も出るなじゃんそうなの4月花粉大丈夫かなでもまあうちの社長に動いてくれると思う本当日傘差すとちょっとよくないでしょイメージいやでももうありでしょ田中みなみそう UV 対策して 顔も本当目しか見えないけど大丈夫かな大丈夫じゃないですよねでもまあまあまあ飲む日焼けありますよね日焼け防止のそうあるけどやっぱりニベアがいいと思うあそうなんだニベアの日焼け止めでねねうまいですねそこはでも本当にニベアいいんですよねいいですよ本当にいいんですもともと使っててのパターンが多くて私コマーシャルあいいじゃんそれそうだからアトリックスっていうハンドクリームありますよ有名なそうあれずっと使っててそしたらコマーシャル頂いてスパ だからもうほんと、まあ、出れるんじゃないですかその番組はいサンドさんねそしたら一緒に出ましょう、うん、友達として私が、うん、もうなんか恥ずかしくて顔が赤くなるよいいじゃないそのだってさ「親友永野さん」って出て、うん、でサンドイッチマンが永野君も来てくれてもう南ちゃんと「もうアマらスですね」とか言われて、ね、<laughs> 僕が「 やめてよとか言ってるのを、田中みなみ <laughs> がニヤニヤしながら言うかみたいな。<laughs> こいつ知らなとこではボロクセって言うくせに、なんも言えねえんだみたいな。<laughs> で、めっちゃ手叩いて笑ったりして、<laughs> 伊達くんが言うこと俺が。なわけねえな、お前とか。<laughs> やだ、そんなの。もう。ねえ、はい、私サンドウィッチマンさんのことを、ちょっとそういうふうに言う中野さんも好きなの。だから焚き付けちゃってごめんなさい。 ね、まあまあね、いないからね。好きなのそう。ありがとう。言える人がいないからね、サンドウィッチマンに対して今ね。え、だ思ってないんだもん。愛情感じちゃうから。愛情、そう。だから好き。サンドウィッチマン大好き。本当に、チューしたくなるもん、アウト。なんか、本当、常識っていうのであれば、もう、チューしたくてアウト。あー、全然わかんないめちゃくちゃチューしたくなる、二人。可愛くて。可愛いくて。いい。食べたいもん。ええ パンだったら完食するサンドイッチパン。なん <laughs> なの意味わかんない。可愛いよね顔が。ちょっと怖いです。うん、はい。そこまで言うとなんかちょっと。そこと。うん、でもまあ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 そういう出たいんじゃ。<laughs> これどんだけ喋るんですかオープニング <laughs>。オープニング喋りすぎました。はい、私たちでも前回、はい、着地がそのエンディングでなんかそうそうそう。めぐみさんの話になって。そうそうそうしたした、うん。来週めぐみさんの話しましょうなんて言ったんで。うん。ちょっとめぐみさんの話をします。はい。 ガスマンプレゼンツ。田中みなみあったかタイム。先週に引き続きゲスト長野さんです。よろしくお願いします。お願いします。そう、あの、めぐみさんね。めぐみ姉さん。はい。僕は野さん。この間番組でご一緒して。ご一緒して。めちゃくちゃ浅いんですよ。うん、なんか。あの、脱力タイムスに前。出た時に、その仕掛け人役で出た時に。ええ、途中から僕入ったもんだから、リハとかで会ってなく。うん、そこでなんか演じてるような状態で一回 あと、うん、前やったからぐらいのことでがっつりお話しさせていただいたんですけど、うん、めちゃくちゃなんかなんていうのかな人間だった、ね、そうそうあんなに芸能界長くいらっしゃるのに本当に人間なんですよめぐみさんって珍しくないなんであんないい意味で染まんないのわかんないです安心するねわかるあれあの方は多分 皆さん周り安心するだろうなでも多分いろんなフェーズを経て今のめぐみさんの形があると思っていて、うん、私昔バラエティーご一緒してた時もっとバラエティーやってましたもん。うんえー、そうなんだ、うん、で今ももちろん番組とかにお出になる時はそれぞれの番組によって自分を使い分けていらっしゃるんだと思うんですけど、うん、でもなんかやっぱね余裕があるなんでなんだそれは。 なんかささされれててるんんんだっけあの副業もたくさんされてるんですよいつぐらいからされてるんですか副業っていうのは。いや分かんないいつからか分かんないけど、うん、でも私めぐみさんと金沢一緒に行ったんですよ。はい、でその時に金沢のめぐみさんがやってらっしゃる多ンっていうカフェに行かせていただいて。いカフェやってんだ。そうカフェやってるの。<ー>でその時もなんか配置とか。 ちょっとここをこれ置いいいいた方がいいんじゃないとか、うん、なんかあと試食みたいな「ちょっとめぐみさんこれ食べてみてください」とかって言って<う>その時もお茶しながらこう試食して「あもうちょっとこうだといいねでもすごい最高じゃんここまでよく持ってこられたね」とかって<ー>なんかその従業員の方に対する、うんその「あこれ最高じゃんいいねいいアイディアだねここ置いたんだ」とか、うん、全部さだめ出しじゃないのようん、うん、全部褒めるの。うん、でも言うべきこととはちゃんと 言っっっててて帰いいくっていうあじゃあなんそうやる気が出るよねやるる気が出るあの店員さんも「あじゃあここ直したい」とかなるよねそう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 頭ごなしにねダメとか言われたもんねそうなんか普通さなんかこう店長とかオーナーとかが来るってなると「うんうん、わ全部言われる言われる」だけど、うん「怖いもん、ね、そうなんでこれここ置いてんだよ」とか、うん、じゃなくて「えここ置いたんだえっ?」って違うとしたら言い方としてなんか「ああここもさいいけどさあっちに置くともっと目立つかもよ」とかって、はあ 言ったり、でもそうすると重要<ー>の方もああそこに顔いたんですけど、うん、こうでこうでこうなっちゃうんで、あだからかって言って考えたねって言ってくれるの。なるほどね。めっちゃ良くないですか。めっちゃ良いし、うん、あと大人だとその心遣いに感動するよね。そうなんですよ。オーナーなのにこんなしてくれるみたいな。ね。はあ<ー>。そうそう。なんかそのなんていうのい 一般じゃないなんか普通の感覚うん、うん、っていうのが確実に持ってる方で,そ,うです、ね、そこがなんかすごい魅力的でしたよね話しててあこの人って1で伝わる人だなと思ってそう1で伝わる、ね、なかなか10いっても伝わんない人もいるじゃないですか,か中には分かるへえ、hey、ぐらいのはいえめぐみさんだけ今1で言ったので笑ってくれたみたいな分かりますそういう人だよねはい めぐみさん気付いたみたいなそうでも決してあの話を遮ることもなく、うん、最後までちゃんと聞いてくれるしね分かっててもだってめぐみさん最初グラビアで出てきましたよねそうそうイエローキャブだったでしょもともとってグラビアがいい悪いじゃなくて全然違うキャラクターだったよねそうですね見え方がでもなんかその当時も<の>その私はグラビア全盛期みたいな時はそんなには知らないけど、うん、でも なんかその、いわゆる、なんかメイク見すみたいな感じじゃなくって、その頃からなんかサバサバした感じの、ね、やりとりとかも、芸人さんとのやりとりもすごく軽快で、なんか、そのままどんどん服を着て、うん、<laughs> 着たイメージしかなくなって、で、それで今なんか、その、結構海外行かれてて、あの、スペインとか、バルセロナとかもよく行かれてて、で、何やってるんですかって聞いたら、 なんか日本の映画を普及させるようななんかイベントをやってるとかへーすげえ別に自分が出てる映画のキャンペーンとか仕事じゃなくて、うん、なんか日本映画って素晴らしいからもっと世界に広めたいっていうことをやってらっしゃったりすげえでねびっくりするのが、はい、私が買ってた、はい、好きで買ってたグルテンフリーのチーズケーキが、はい、めぐみさんがなんか。 作るのに関わってたの。えー、そう。知らなくて買ってたの。知らなかった。で、水水<ー>家に来た時に、お出ししたら。ああ、これ、ありがとねって言われて。はあ、ええー?。どういうこと?。どういうこと?うん。ああ、これ、私がやってんのっていう。すげ、えー、え。そう、なんか手伝わしてもらってんのよみたいな。えな、なんなんですか、そのバイタリティって。なんで、そんな、若い時からあるのかねだから、多分。うん、人のために生きられる人っているんですよ。 はあ、自分のためというよりは人が喜んでる顔を見て嬉しい、はあ、日本映画が自分が日本人であるということで日本映画が世界にこんなに愛されることが嬉しいとかめぐみさんプロデューサーもやってるんですけど<う>映画とかのあやってんだっけあ<う>なんか聞いたことあるうん、でなんかお金集めって大変なのよとか言ってて、はあ、ええー、みたいな本当にすげえねはい なんかい,いわゆるサバサバ系タレントっていっぱいいるじゃないですか。うん、本当の人だよね本当の人か,だからあの業界じゃない人ともこう飲んだりじゃないけど、うん、食事したりとか多いとかなんか言ってたもんね。うん、うん、そうそうそう、うん、なんかいろんな人と知り合いなんだけどみんなと程よい距離だし、うん、なんかこう。 飲んで仕事決めるとかじゃなくて、うん、飲んでるうちに、あれやろう、これやろうってなる。気のいい人たちと、めぐみ姉さんって飲んでる気がする。なるほどね。うん、お酒は強いんですかめぐみさんはどんな感じなんですか?。私。私一緒に飲んでて、私寝ちゃうんで、いつも。はい、ああ、じゃあ、もう、みんな見ちゃうよね、確実に強い。もう、全然、全然、多分。はい、で。めぐみさん家行かしてもらった時。バラのサラダとか出てきてさ。 バラのサラダ。バラのカルパッチョみたいな。食えるって思うし。それ、帰れって意味じゃないです思うでしょその、いや、いや、なんか、おしゃれすぎちゃって。バラのサラダバラって思うでしょ思う。これがめちゃくちゃ美味しくって。花を食うってことですかそう。で、なんか、あの、ドレッシングも美味しいんだけど、ドレッシングの味が美味しいんじゃなくて、バラの味が美味しいの。はあ。で、それはなんか年に一回しか、 取れないやつで,、はあ、でそれをなんかこう知り合いのハーブの方から譲っていただいてんのみたいな感じで、はあ、なんかそれをみんなでシェアしたくてだから今日うちに来てもらっちゃってとかって言ってもう料理もさらっと出してくれるしなるほどねなんかすごい準備したのっていう感じじゃなくてもうちょっとプレッシャーになるみたいなそうそうなんかあこれよかったらとかって言って、はあ、もうちょっと食べられそうそしたらこれも出しちゃうみたいな感じ、はあ すげ最最高高じゃないでですすか<う>めぐみさんって私はもうリラックスしすぎて、うん、あのご飯一一りいり頂いてお酒もいい感じに飲んで「うん、あ飲めるね」とかって言いながら「ちょっといいソファーですねこれ」とかって言ってソファーにゴロンってしてそのまま寝ちゃってえ金大丈夫だったの取らなかった <laughs> いやわかんないめ恵みだっていやぼったくりバーじゃないんだからね <laughs> <で>ぼったくりバーの話いやいやいやそれで恵みだってねその隙間風あるからここそんなない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 もしじゃ田中みな実財布見て恵みがあったらな <laughs> ねありえないからそれで何万か抜かれたかそれでね、うん、トントンって「あの十二時過ぎたよ帰んなそろそろ」って言って起こしてくれてかっこいいそうかっこいい起こし方もそう,そ,うそれであの 帰でもそんなもうさすきったないもうワンちゃんがもう噛みしだいたあ,<ー>あのおもちゃだったのよ、うん、で「忘れてる」って「で今度会う時持ってくね」って言ってくれてたんだけどでもなかなか会うタイミングなくって、うん、でしたら雑誌の撮影の時に「はいこれ」って言って持ってきてくれて「ええー、わあ覚えててくれたんですか?」っていう、うん、そこにも感動じゃない。ねえ 感動だし、感謝だし。で、別になんかこう、丁寧になんか入れてるわけじゃなくて、手渡して、はーいつってくれてる。ああ、いいね。いいいいよね。そうなの。な、なんか緊張するもんね。そこ包まれたらね。そうそうそう。気遣っちゃうじゃん。気遣う。そう。もう、全部が過不足ない。めぐみさんすげなんか、過不足のない人間っていいよね。いいね。あの、つい、トゥーマッチになってしまったり。そっち多いよね。そう。日本人多い。私もそう。 不足よんかほら足りてないよりかの方がいいんじゃないかなってそう人への気遣いとかも私もしてしまいすぎるところがあるんだけどでもこのあったかタイムにおいては全くしないのよしないよねもうなんか家みたいにしゃべるもんね差し入れもしないしほんとしないよねスタッフともご飯も行かないしね本ほんと行かないだけど年に1回は行きたいと思ってるので去年行けなくて今年も行ってないけど今年絶対行こうと思うの。 ってないででも年ってももう終わるででしょ12月に入ったけど12月中に絶対行くからそういうことしたことってあるんですか飲み会とかこのスタッフさんとあるある新しい福田君っていう一人一個前のディレクターの時写真がおしゃれですねインスタのトップ写真の白い帽子で知らないあるんですよ福田君ドキドキするんですけど福田君の足跡ついてたら チェックされてるので、ね、見られてる感じするねえ福田君が卒業するときに福田君いや違う福田君がいたときに「えやりましょう」っつって寿さんが店探してくれて、うん、みたいなで寿さんが仕切ってくれて寿つかさんと南ちゃんと福田君と福田君とあと小花さんっていうなんか偉い人と、うん、あとあれその時あ小山君いたっけ 誰だっけなんかもう一人 AD さん太田さんいたわ太田さんいた作家の太田さんは私新人の頃から一緒に番組やってるからはいアナウンサーの時から2009年2010年ぐらいから一緒に仕事してんの15年えそこはどういうお店に行ったんですか和食色の和食ですうわしゃれてました何時ぐらいから行くの全然かからららい時ぐだっけ で,で、それで、私に、タクシー呼んでくれて、はい、お疲れ様でしたって言った後、みんなで二次会してたの。え、でもそれは。え、それめっちゃ嫌だ。え、絶対いいでしょそれがいい。え、違う。言われたい。あの、この後行くんだけど、行きますか、はい、の確認は欲しいじゃない。あ、そっか。で、私大丈夫です。帰ります。 まあいいんだけどそれこそ「過不足の過やられたんだねあそうかも田中みな実さんを誘えないんですよ<う>っていうことでしょそう,そうで寿さんが言ってるんだようわそれ嫌じゃないですかん、うん、なんか私だけなんか誘われなかったメインなのにメインパーソナリティでやってんのにそれは多分田中みな実が嫌とかじゃなくて「過だよ過過不足の過、えー、でめっちゃ気かったんだよ。むかついたので なんか、今思い出してもちょっと嫌な気持ちだから、寿さん今年どうしようかな。寿さんいいんじゃないですか、なんかさ。そうか。ホリプロ時代の先輩なんで、ちょっと。自分がもし、参加するな、自分参加する。テンションで今喋ったんですけど、場合はやっぱ、その。え、長野さんドタキャンしない人ですか。しない、しない、絶対。絶対しない。え、じゃ、あ長野さんにする今年。何を。え、お、俺が選んだら、モンテローザ系しか行けなくない。魚民。 プレミアムコースとか。<laughs> それも素敵ですけど。はい。なんか、そういうとこ知ら、私え私が選びます。あ、じゃあ、行きます。あの、うなぎを食べに行きます。でおー、はい、行きましょうよ、みんなで。みんなでうなぎ食べて、私は大体、あの、うなぎが来てから、2、30分で帰るので。それ、前も行ってたよね、はい。そこから先はみんなで。でも、そこで、 行、はい、き私はだから自分自らの意思で帰るのはいいんですけど、はい、その時はお店出たらタクシー用意して頂い,いてて「帰れ」みたいな田中さん「どうぞどうぞ」みたいな感じで「はい、あれみんなは?」って言ったら「あ僕たち適当に拾うんで」って言ったんですよ。はあだそうは<ー>その嘘が気持ち悪かったのはいもう信頼できないよねそうだから干されたんだの田君 違う違う違うもう帰ろうっつって違う違う違う帰ってくれってそれがあってからもう結構福田君いたから全然いいんだけどでも本当にいやいいんだけどその話はうなぎはなんで2 3 0分でいなくなるんですか前も言ってたよねもうちょっと言ってよえでもだってうなぎ食べ終わったらやることないもん喋ればいいじゃんゲラゲラえやだ噂話トークとかんかいろいろあるじゃん赤坂の品のいいお店だったのよ じゃあ小声で言えばいいですよ、ね、小声で小声で,であの今年もそこにしようかなと思ってるえ滞在時間どんぐらいってことですかあその前の時はどんぐらいいたんですかその和食は和食は、まあ、何分いたんですかなんかね靴も脱いだりとかしたから結構長くいたのよ何分いたんですかその席ついてから何,何時間かいたよね2時間ぐらい,ぐらいじゃあじゃあいいじゃないですかそのうなぎって <laughs> うなぎは食事じゃないですかそう食事 食事に連れてくるのだからみんなに美味しいものを食べてもらう,うそのテンションで行くってことですね<う>皆さんじゃあ小、ね、1>, 1時間スケジュール開ければ十分ですよっていう会合ですねそうだって和食だったらさその日の夜は開けとけえちゃんでも,で,もでもその後行ってほしいのみんなに私はだから永野さんがみんなと行ってくれたら嬉しいの、うん、なんで俺が年に何回か <laughs> 出てるやつが <laughs> って思うでしょ <laughs>、うん、普通そう思うじゃん、うん、なんで寿さんってそれなのにいけるんだろうと思って <laughs> いやだ出てるんじゃないですかこの番組よくいやそんなに同じぐらいですよみんな頻度はなんだろうそういう育ちなんじゃないですかこう先輩とかとこう食事の場をセッティングしたりとか自分そういう人間じゃなかったからいやあとね寿さんってラジオが異常に好きなのよはい、あ。 ラジオが大好きだからラジオを作ってる人たちとかに対する敬意が半端じゃないから<ー>だから噂話大好きだしなんかこのこの番組のこれって昔こうだったの知ってますか僕とかっていう話とか昔はがき職人だったから <laughs> そういうのとか <laughs>、はい、なんかそういう話がしたあじゃあずっといたいってことだよ話ラジオの話してたいのなるほど,なるほどラジオが好きなの私もラジオ好きでも私はあったかタイムが好きじゃああったかタイム和食 二時間行きましょうよ。二時間はなんでうなぎ食わされてうなぎ食べたくないのだったらさっきの寿司の話じゃないけど、あの、家で食いたい寿司。えー <laughs> まあ、ねえ うそ持ち帰りたいで230分で私いなくなるからっつって俺年に何回かしかあの人とうなぎ食ってもだかだったら家でじっくり食いたいんですよね、うんまあそう持ち帰りうなぎしたいで田中みな実さんありがとうっていうあ本当ホントじゃあそれでもいいけどでもその場合永野さん郵送してください<ら>家までえ郵送面倒くさいよう,なうなぎをそれぞれの太田さん宅とか,か TBS に取りに来るしかないな,なんで俺<や> <laughs> 落ちぶれんば、ま <laughs> <laughs> うなぎ取りに他の芸能人とか TBS <laughs> あ,あいつだって俺うなぎ取りに行って帰るんですか <laughs> 冷えてるわもうもうゲッターズイダさんとかいるかもしれないから、ね、占ってもらってねやだよ、ね、芸人だったじゃんあの人 <laughs> いやだやだもう、うん、そういうねまあだからそういう感じで、うん、あのやりますからうなぎをちょっと やりますよ本当はおしゃべりしたいんですよ皆さんもスタッフさんもしてるしてるザックバランに南ちゃんとお酒がグって入ったうなぎ来るまで結構時間かかるちょっとじゃねえかようなぎ来るまで時間かかるよねうなぎってうなぎそんな食いたくないですよみんなえ嘘そこまでしてじゃあわかったわかった有効的解決があったうなぎにかかるお金 くださいよ、それ。えー、<laughs> うなぎ大工、渡してもらったら。それぞれの好きなものに、お金使えるし、みなみちゃん、ありがとう。お,<れ>お金をくださいよ。待って、待って、私、お年玉あげなかったっけ。あ,れあら、じゃ、分かった、私、お年玉、今年はちゃんと来年。あ、じゃ、お年玉ください。それ <laughs> も,も,もらいに来て。ティーフィースに。ティーフィースにもらいに来て。そうしたら、もちろんあげますくれるんすか。はい。 それ誰かに見られたらどうすか俺金もらってるとこ <laughs> <laughs> お年玉だけもらいに来たっていうあじゃあもらいたいけどそうお年玉はあげるからそのうなぎ代は微妙だから私うなぎ食べたいのよ普通にあそこのお店でうなぎ例えばあじゃあ分かったうんうなぎは食べるけどちょっと会話しましょう一回。会話するよしてるよこうお酒、ね、うわ分かった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  食べ終わった後あと、うなぎ屋さんって、結構その料亭みたいなとこって、メインもあるじゃないですか。うん、でも、その後に、お酒飲みながらみたいな、もうあるじゃないですか。だいたいその前なんですよ。白焼きとか、そう,そういう肝とか、頼んで、はい、で、みんなが、それを頼んでいいよって、何でも頼んでって言って、で、私はそれれで、その時、同じを頼んでんの。飲みながら飲んでない。 それただ食事じゃないですか私はうなじを食べて帰るの。だからみんなは好きにやってってほら。なんでそこ壊れてんですか常識が。社員。なんで人の気持ちがわからないのに女優やれるんですかえ人の、ぜ対、まあいいけどね。違う違う。ねどう思う私と喋りたいのそれとも、喋りたいの喋りたいですよ。え何をいや、何でもない話して、これから来年も頑張ろうって。だってここで喋ってんじゃん、もう。 違うじゃないですこんなスポットライトなんかスポットライトがブースの、違うじゃないですオンエアって光ってるとこで喋ってるのと、うんうん、なんかやっぱオフ,でオフでこう飲みながら、うん、違うこ、こんなはっきり喋ってないじゃないか、ね、なんかわか,かんないけど。え、私変わらないと思う。変わらないけど、僕ら。例えば太田さんは、やっぱり当たり前ですけど、作家さんなんか、うん やっぱりこう息を潜めてるじゃないですか基本だけど大田さんも普通に喋って <laughs> ああディレクターさんもっていうのが会話じゃないですかでも私俺たちがほとんど喋ってる番組とは違うでしょ <laughs> 違う違う終わった後にいつも喋ってんのみんなで、うん、そりゃるでしょ大体「次のゲストどうしますか?」とかうん業務報告 <laughs> うん。喋ってるしあと小山君にいつも痩せなって言ってるし髪色変わったねとかうん であとなんかあのちょっと「あれ?」って言って「私があんまり食べない系のお菓子だね」って、うん、いうお話をしたりとかお話なのそれ <laughs> 注文じゃんずっと <laughs> <laughs> なんかお菓子いいの出せとか <laughs> で太田さんはでもちょうど話したいことあったから太田さんが本当にちょっと人生の岐路に立ってるから今ららだから、うん ちょっと太田さんの話は聞かなきゃいけないなって思ってそれをじゃあうなぎの場でう,うなぎの場でそうそう、うん、太田さん遠くから発展していっていろんな話するのがしようしよう,そうちゃんと議題があれば行く議題だが太田さんの今後とか、うん、あそれは結構気になってるでしょ、うん、でうなぎ屋で盛り上がればいいんじゃないですかそうですねうんあまりにもですよあなた食事して帰るって、うん、分かった本当にあまりうん。うん <laughs> 何の会話します？えもう終わった。もう十分話したもこれで。話した。もうヘアマグロ持って帰ってさ。マグロ持って帰りましょう。マグロ持って帰り方どうすんの？なんかある？ラップ。ラップあります。ラップ。私最初に撮っていい？もちろんもちろんもちろん。ごめんね。もちろんそれそれダメですというか。すご今お腹空いたから一貫食べたい気持ちある。あいいんじゃないですか。食べれば。食べたい食べたい。で醤油もいっぱいあったしね。あじゃ持持って帰りましょう。あのこ小っちゃい醤油いっぱい高い醤油らしい絶対。うん。そう。

リングの時間となりましたに2週にわたって長野さんにお越しいただきましたありがとうございますなんかもうこうなるとまあ当たり前なんだけど、うん、今年もありがとうございましたじゃないですかそうですねでそうすると長野さんは良いお年をみたいな感じになるじゃないですかそうだねもう12月だし、ね、なんかさ12月に入ってさ、うん、良いお年をとかが始まるの私寂しいんですよねわかるわかるわかりますわかるもう早すぎる今年特に <laughs> なんかわかんない個人の差だけどでも何何なのでもさ自分の意見持ってるえでもなんとなくの会話すればいいじゃんでもさな違うなと思ったよそうなれてな八回ぐらいいたよこ本編中でもさでもさなんか良いね良い音しようだねとか言われえでもまた会えるかもしれないからまだとか言っちゃわないなんか良い音しようって言われるのなんかスパって切られてる感じがして。 めっちゃ嫌なんです。寂しくなっちゃうの、私。私だけうなぎ屋で帰るやつが言う言葉じゃねえだろ。20分で帰るやつが。なんだろう。なんか友達とか。あ、もう、あ、それね、岩井川のジョニさんが言ってました。あの、さよなら、ジョニさんっていらっしゃるんですけど、仲のいい芸人さんが、その、さよならって言いたくないって。そう。さよならって言いたくない。またねとか。またねとか。そう。 そのまま帰りたいぐらいで,で大人としてのルール上「お疲れ様でした」って言うって言ってたわかるわかるだから私もそうであのだからそうなのよご飯会みたいなのも、うん、そのじゃあ何軒か行って、うん、じゃあ終わりにしようかってなると長く一緒にいた時間が寂しくなっちゃうの<ー>だからもう早く自分で切り上げてじゃあね切りげていう,方がう,なうなぎ食って帰るの 自分が、まあ、でも自分のことになっちゃうねこれは自分が心がそうだねそう自分の心を守っちゃうやっぱり、うん、だからほ長く長く長く付き合えば付き合うほどしんどくなるじゃん別れだって、うん、だったらもう自分から3か月ぐらいでじゃねって言った方が楽じゃないワンクールで <laughs> ワンクールでうん,なんかそれにしては長く続いてますけどねこの番組ね番組ね番組13年でしょだから私終わりが来るのが今から怖いもんね 私平気な顔しちゃううと思ああ、終わるって大体ほら言われるじゃないそうそうそう中山くんとかに言われんのよ表面上はああ、そうなんだへえんでだけど心の中はみたいなあそっかそっかつって長かったもんねって言って一人になった時泣いちゃうそこ人間らしいですね泣いちゃうし何て スポンサー探しちゃう <laughs> そんな <laughs> ああねー<も>離れた離れるってまだ一言もガスワン思ってそうそうガスワンさん何も言ってない,てないしかも、はい、私勝手に勝手にねあの四十歳でガスワンプレゼンツ田中みなみあったかタイムイベントをやろうとしてるからおおいいじゃないですか二年後うん、うん、あそう長野さんにも打診しなきゃと思ってたのあいいですかで出てもいや当たり前ですよあやったやった 長野さんは、ショートムービー撮ってもらおうかな。ななちょっとあの映像も流したいから、やっぱり。田中みな実ショートムービー田中みな実。あー、撮る撮る。そうそう。撮る撮る撮る。うんうん。え、めちゃくちゃ面白い。2年後 2>, ?2 年後。あったかタイム。だからちょっと映像とか作るから、ちょっとあれ知ってもらって。ってってあ、でやる。なんか面白い。うん、なんか,か、ガスワン、ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイムだから、ガスワンさんとも相談しないとダメ、そこは。はい いいね、うん、だってファンと会う機会なんてなかなかないでしょないですファンミーティングなんかない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 じゃあこれもう即ですよあったかタイムイベントえ嬉しいなのになんか DJ 見せられてそんな気分か分からないお客さんおじさんとかは全然分からんなこの音楽っていう <laughs> いいじゃんテクノじゃない年齢の人が田中みなみみてえのにい私もほらいろんなところに座ればいいんじゃないなあーそうもうもねえ もうなんかこうありがとうございますみたいな。そうみんなで一緒に楽しんでああいいですね。ねでそれで茶茶入れて。はい。で帰るんですよ終わったら。帰る帰る。うんすぐ帰る。どんなイベントだよそれ。でもやる方向でやりましょうやりましょう。やった中野さんも確保。出ます出ます。はいお願いします。はいはい。ということで皆さんあったかタイム。 末永くよろしくお願いします。お願いします。ね、十三年ですから、今。すごい長いですね。だから、四十歳の時、十五周年ってこと。おお、二十五周年ってこと。すごいね。すごいね。いいですね。うわ、もとんでもない。やりましょう。大盛り上がりだ。はい。出現してほしい、出現。やめて。調子に乗って。出現大丈夫でしょう、みんなが言わなければ。いや、わかんないよ。うん。お酒とか飲んでさ。うん。やりましょう。はい。 じゃとりあえず今年今年今月ねうなぎいきますから行きましょう行きましょうこれだけは行きましょうはい来年とかはさリスナーの皆さんも呼んじゃえばうなぎにやめたうがいいやめた方がいい本当本当距離って大事なんですよ本当距離って大事なんですよ 申し訳ないけど。過不足なく。うん、俺も TBS 入れるような人間になるまで努力、はいか、人が見られないような努力したんだから。わ <laughs> かりました。そんな簡単なことじゃないから。わかりました。じゃあ不足なくね。うん、はい。はい。それでは皆さん、暖かな週末をお過ごしください。お相手は田中みなみと、長野でした。また来週。